マーク74ミサイル射撃式装置は、アメリカ海軍のミサイル射撃式装置である。マーク 74GMFCS は、ターターシステムの中核システムの一つであり、マーク73包囲板とコンピュータ、マーク 5LLLTV カメラ、アン、s p g 5 1射撃式レーダーによって構成され、RIM-24 ターター、 RIM-66 スタンダード MR 艦隊防空ミサイルの標的追尾、射撃式に用いられる。ターターシステムとマーク 74GMFCS は1950年代から1990年代までの長年にわたって米海軍で運用され多くの国に輸出されたことから派生型も多岐にわたる。原型となったマーク51レーダーは 陸軍が1943年から運用していた SCR-584 を元にして、関西化に対応して改め設計した S バンドの追尾レーダーであった。1948年10月より、マーク51はポイントマグーのミサイル死者場に設置された。そして1952年より、これを元にした新規レーダーとして、開発開始されたのが、アン。 SPG-51 であった。アン、SPG-51 は、単一の氷得アンテナを利用して、C バンドで目標を捕捉、追尾し、X バンドの連続波を照射して、ミサイルを誘導するレーダーであり、下記のようなバリエーションが順次に開発された。マーク 74GMFCS は原則として一隻に2機を、西洋意識で搭載するが、オールバニ級。 ミサイル巡洋艦とカリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦は4機搭載する。逆にホレストシャーマン級駆逐艦やブルック級ミサイルフリゲートバレアレス級フリゲートは1機のみ搭載する。アメリカ海軍イタリア海軍オーストラリア海軍オランダ海軍スペイン海軍ドイツ海軍海上自衛隊フランス海軍ありがとうございます。